はいえー、今日は、えー、ビットコインの今後の動きについて、えー、自分なりの解釈といいますか予想をお,お伝えしたいと思います。えっと、まあ最近下がってきちゃって、えー、まあまた暴落するのかなって感じで見てたんですけど、まあ今のところですね、 50日移動平均線の切らないで上で止まってる状態なんですね。でまああの前回の下がってきた時も50日移動平均線で止まってそこから上がったんでこれがもう一回繰り返されれば上がるかなとは見てるんですけれどまあちょっとヒヤッとする下げも結構あるんですけれど。 そんな感じで見てます。で、こっちは MacD の方がですね、こっちは完全に切っちゃってるんで、えー、この切るのが、まあ普通に考えるとこの切っちゃってるの危ないなっていう感覚だと思うんですよね。だからこの切ってる動きがあるんで、売りが入れるのが、あれなん 通常なのかなっていう気はしてるんですけれど、まあ、ここで50日移動平均線とどまってるかどうかなっていうところなんですけれど、はい。で、あとはですね、えっと、まあ、自分は持ち続けようかなと思ってるんですけれど、えー、まあ、それで、えっと、いつも、あのー、動画で、YouTube で参考にしてるのが、 このクリプトラス、クリプトラスで、えまあずっと YouTube で、えー、仮想通貨のことについて全般を解説してる方なんですけれど、まあジョージさんで、えまあえビットコインがまたリカバー、あのー、また上がってくるっていう予想してるんですね。まあ一貫してずっと上がるって予想してるんですけど、 まあこのその根拠としては、まあ、ビデオの中で見ればわかるんですけれど、えー、まあ、コレクション、調整だと。まあ、調整が何度かビットコイン上がりながら入るんで、今回はその中の一つだと。で、まあ、すべての調整の時に、みんなパニクると。パニクってるんで、まあ、今回もその中の一つだと。 で、必ずビットコインはリカバーして、えー、また上がっていくということなんで、まあこれを信じて持ってるんですけれど、まあちなみに、このクリプトラスさんの、前前回の大きく下げた時も、あの、上がるっていうずっと言い続けたんで、まあそこのところはちょっと外れてるんで、まあそ、 まあずっともうこう上がるしか言わない人なんでえそこのところはどうかなって感じなんですけどいつも参考にしてます以上ですなあだからまあ待ってれば上がるんじゃないかな上がるは上がると思うんで自分は持ち続けたいなと思ってますあとはそうですね仮想通貨自体があの非常にこう 操作されてるそういうものなんで、えー、まあ多くの人が外国人がまあ操作されてると露骨になのでまあ最終的には上がってくるっていうふうに操作してくると思うんで大丈夫かなとは見てるんですけれどまあそこら辺はオミクロン株の影響とかいろいろ考えてどうかなっていうところなんですけどはい以上です。